おかげさまで、あと10ヶ月ぶりに、夜の業務と朝の業務を務めさせていただきました。実際、夕べほとんど寝なかったんですけど、でも、やらなくても、明日寝ればいいよ。そんな思いで、皆さんのことを思い出しながら、ひととき様子にして、本当に近くにおりますので、何か、起こったときには、ぜひ、足を運んでください。どれですけど、お待ちしております。ありがとうございました。